みたいね。部屋の中に動体反応はないわよ。他のところで落ち込んでるだけだったりして。そんなにイリューダが心配？そっか。じゃあ見つけて元気づけてあげないとね。うん、そうだね。京四郎くん、トレーニングするんじゃないの？言うんですか。分かってます、分かってますけど、亮太さんは
丈夫、連絡はもうしてるわ。動かさないで、すぐに救急班が来るから。やっと来たわね。患者はここよ。大変なことになっちゃったわね、京四郎君。私たちも医務室に行く？そのくらい通信で直接。ダメ、通信に出てくれない。うん、了解。京四郎君も辛い役目だね。あの、捕まえた。場所送るわよ。追いかけてきたの。リョートさんが。いつものことじゃない。
れだけエリートだって胸張って、本当は出来損ないの実験体のくせに所詮私はあんたたちとは違う、捨てられるはずの失敗作だったんだから。いるのよ。なんであんたたちが。嘘。それじゃ。ミユウも、チサキも。何よそれ。それ、くどいてるつもり？あんた、本当に頭悪いわね。おまけに不器用だし。京志郎のそういうところ嫌いじゃないよ。ありがとう。戦闘配置。規模だ。ゲート？それこそありえないわよ。天王星軌道から水星軌道に至るまでゲートの発生点にはジャマーが。ラグランジュ1のジャマーシステムは先ほどカフカにより沈黙しています。ゲート発生点での次元振動は
エルシド襲来時のそれをも上回っています。これはラグランジュ1の空間に断裂。ゲート開きます。ゲート内より太陽系宇宙に移動中の物体を観測って、これはい、私お願い。了解、映像出ます。対象物体ゲートを通過。観測結果出ました。観測対象は直径5133キロ、総質量142ゼタトンの軌道要塞と推測されます。ラグランジュ1衛星要塞群および宇宙軍艦隊の反応消失。おそらくあの軌道要塞に、軌道要塞地球に向かっています。現在秒速12キロ、なおも加速中。違います、これは、この反応はアレキサンダー、あれはアレキサンダーです。そんなこと言ってる場合じゃないでしょう。とにかく今ある戦力でできることをしないと。最初に言ったよね、アレキサンダーは一人の科学者がその全てを設計開発したって。当時の記録、非公式なものなんだけどね、によると、開発に必要な情報を得たのは別の宇宙らしいの。そう、それが別の銀河を指すのか平行宇宙を指すのかはわからないけどね。その科学者はどうやら最初に時空間を超えて観測が可能な装置を開発、それを使って他の宇宙を調べたみたいなの。エルシドに対抗しうる兵器を有する宇宙を見つけ、人類の切り札を開発するために。そしてそういうことみたい。ただその宇宙には観測するだけでも危険な何かがあって、それに気づいた科学者はこの宇宙が感知されないようそれ以上の観測をやめたらしいんだけど、多分非公式な、しかも不完全な記録を元にしてるから、どこまで正しいかもわからないけどね。こんなこと下手に話せないからダイレクトリンク使って教えたの。多分知ってるのはリョートさんだけよ。京志郎くんとイリューダがパートナーなら、私は京志郎くんのサポーターだもん、当然よ。大気および海面に異常を観測。軌道要塞の潮汐力によるものと推測されます。このままでは。もう引っ張らないでってば。
ちょっと、で、離してよ。別にもう逃げたりなんかしないわよ。それに今さらどこに逃げたってどうしようもないでしょ。諦めるも何も、あんなの相手にどう戦うって言うのよ。相手は月より大きいのよ。月よりも。しかも軌道要塞よ。自立移動するんじゃ軌道変えても意味ないし、そもそも破壊できるかもわからない。仮にできたとしても、あれだけの質量が月より近い距離で破壊されたら、それこそ余波だけで人類滅亡よ。それも分かってるわよ。今リョウトさんたちは必死になって打開策を考えていることも。そうか、京志郎は知らなかったんだっけ。これが宇宙戦艦ジークフリート、アークスの隠し玉よ。アークス基地の大半は宇宙戦艦を偽装したもの。こんな事態でもない限りそのままのはずだったの。地上での迎撃は不可能だから、アレキサンダーごと宇宙に出るのは当然。ジークフリートなら2時間もあれば軌道要塞と接触できるでしょうね。リョウトさん、あの人ならきっと何とかするわ。あの人こそかけ根なしの天才よ。私はずっと一緒にいたからよく知ってる。あの人なら軌道要塞を退けて、なおかつ地球への影響が最も少ない答えを導き出せるはず。その方がいいわよ。あの人の出す答えは常に最小の被害で最大の効果を上げるように考えてあるから。そうね、きっと。だからそんなことしなくても私は。ちょっとつまずいただけなんだから。うるさい、大体京志郎が引っ張るからこんなことになったんでしょうが。あんたの他に誰がいるのよ。分かればいいのよ、分かれば。いつまで経ってもヘッポコなんだから。時間流体期間異常なし、出力 60% で安定。現在秒速24キロ、なおも地球に接近中。敵軌道要塞あと180秒でジークフリート主砲の射程に入ります。地上より連絡。全世界規模の気流異常により各地で風速40メートル以上の強風が発生。発生数、発生規模ともになおも拡大しています。出撃準備は完了しています。現在搭乗待機中。はっ、もうあの子たちコクピットの外に出てるじゃない。格納庫にはいるんでしょ。多めに見てあげたら。それじゃあ示しがつきません。ちゃんと注意しないと。
敵軌道要塞にエネルギー反応多数。これはレーザーです。おそらくは迎撃用の。嘘、ジークフリートの手法もまだ届かないのに。エネルギー反応収束、来ます。